午後2時、議場に入った石破茂総理大臣。拍手で迎えられると、にこやかな表情で一礼し、着席しました。総理就任後、初の所信表明に臨みました。まずは、政治資金問題などをめぐり、国民の政治不信を招いた事態について、深い反省とともに触れねばなりません。私は政治資金問題などにより失った国民の皆様からの信頼を取り持ち、そしてすべての人に安心と安全をもたらす社会を実現してまいります。政治と金問題への反省を述べた石破総理。演説内容について政治ジャーナリストの青山和弘さんは極めて抽象的だったと話します。政策活動費はもう全廃しますとか、まあ、裏金をもらった議員に関しては公認しませんとか、まあ、企業団体献金はもらわないとか、もっと政治資金規正法をこう改正するんです、再改正するんですとか、そういったところに踏み込まないで、単なる反省とかですね、今後きっちりやりますみたいな意欲の表明に終わってしまった。一方、自民党と対峙する野党の地方議員は、今回の演説をどのように受け止めたのでしょうか。立憲民主党の愛知県議会松本守議員は、問題に対し今後どのように向き合っていくのかが見えなかったといいます。まあ、いわゆるまあ公認の問題ですよね。そういったところがまあ当然触れられずにですね、まあ、一番冒頭にやりました感を出すために最初に持ってこられておったので、まあ、それはもう一部当たり前の話なので、あとはじゃあどうするというのが今日は見えなかったのが少し残念ですね。物価上昇を上回る賃金上昇を定着させ、国民の皆様生活が確かに豊かになったとの思いを持っていただかなければなりません。経済成長に向けた賃上げの重要性も強調しましたが、さまざまな形で所得が増えたことはいいんですけれども、やはり所得、賃金を上げられない中小企業、もう 90% 以上の中小企業の皆さんがやはり賃上げできるような政策を、まあ、やっぱり取っていただかないことにはですね、これまでの、まあ、安倍さん、菅さん、岸田さんと築いてきた、続いてきた経済政策の方向性になっていると。石破さんがですね、これまで総裁選で主張してきた、まあ、もしくは総裁選の前からですね、まあ、我々のインタビューなどで、まあ、こういうことをやりたいんだと訴えてきたことがほとんど入っていないというような状況でした。およそ30分間にわたり行われた石破総理の所信表明、全体を通しての印象は。いざ蓋を開けてみますと、就任前におっしゃられた夫婦別姓の問題とか、まあ、今日もですね、触れられてなかったと思うんですね。我が党としてはしっかりガッポリ四つでいい戦いができる、いろんな意味で、思っておったんですけれども、少し残念だなというのが、まあ、印象。まあ、自民党内にいながら自民党の問題点とかを厳しく批判したり追及したりしてきた、こうしたことが石破さんにとって一番人気の源泉だったのに、今まで言ってきたことと現実との狭間に悩んでいる、そんな中でいわゆる現実を取っている、やはりあの石破カラーというのがですね、あの封じられた演説だったなというふうに思います。石破総理の所信表明に街の人はどう思っているのでしょうか。関心が高い最低賃金の引き上げについて若者は、それが実現できたらもうめちゃくちゃありがたいことだと思うんですけど、まあ、それがそのパフォーマンスじゃないことを祈りたいですね。一方で、1500円上がったとしても結局そのパートさんとかだと103万の壁があるので、103万の壁っていうところも同時に多分あの解決していただかないと結局働けないってことになるんじゃないのかなっていうのはすごく思います。また地方創生の交付金については、うまくいけば一番いいことよね。それとかあの今の地震とか集中豪雨でやられてるところを第一に真っ先に動いてほしいと思いますけど。新政権に期待する声がある一方、裏金問題への対応には疑問の声が。今までのその問題とかをやっぱ
そのままずるずると隠し事にしちゃうっていうところがやっぱマイナスイメージがどうしても。石破さん自体がそのどちらかといえば今までの自民党に対して反対の方だったので、それが実際総理になってみて実際どうなのかっていうのはわからないですけど、そこのところを期待したいですね。